エコです。ユナです。ピンク、ラテ、ティー、リー、始まるよ。イエーイ。今日はエコが髪の巻き方をレクチャーします。イエーイ。髪の綺麗なユナちゃんにやるので、皆さんは真似してやってみてください。どうぞ。まずは溶かしますね。そうです。長い。このヘアアイロンでやっていきます。まず先を取ります。くるくる、はい、この辺までにします。1、2、もうくるか、あ、薄いついてるくらい。おお、嬉しい。めっちゃすごい。じゃん。はい、こっち終わりました。お、終わった。こんな感じです。え、めっちゃすごいんだけど。え、めっちゃ可愛い。うん、挟んで内側に巻いてくるくると巻きます。こんなストレートな髪がこんな綺麗なゆる巻きになるとは思っていませんでした。後ろ側やってきます。1、2、縦に、この縦にやるのがね、一番の鍵でございます。おお、こんな感じです。なんかゆるふわな、このふわ、わかりますか、このふわふわんとしたカール、このふわんとした、見えます、これ、このふわんとしたカールが私の一番の理想のふわふわなんです。完成しました。いや、こんな感じのゆるふわな巻きができました。ヘアアイロンの太さは 32mm です。今日の服にも合うんで、かわいい。グッドないでしょうか。よくないですか。4ステップの、まず挟みます。先っぽ内側にくるくるって巻きます。いい感じで自分のやりたいところまでやって2を数えます。1、2って数えて、縦でこうやってくる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 って持っていったら、かわいいゆるふわな巻き髪になります。ゆなもね、家でいっぱい練習してかわいい巻き髪にできるように頑張ります。頑張ってください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。